新街角博物館探訪。今回は四日市市桜町にあります石川酒造さんをお訪ねしました。石川酒造さんは全国新酒鑑評会で金賞を得られた富貴井というお酒の製造元です。それでこの建物はですね、すごく情緒がありまして、登録有形文化財となっております。貴重な建物です。この石川酒造さんは11個の建物が国から文化財として指定されていて、松永さんという方が取材に見えました。それぞれ井戸とかそういうのが文化財として登録された、一つ一つが番号がついていて、その文化財の登録になっているそうです。で、この吹き玉は毎年新酒ができると、一つその決まったところから青々としたのをいただいてきて、新酒を奉納っていうかして、でそこからなんかこの玉をもらってきて、その玉はここのうちの玄関に飾られて、で毎年毎年そこに飾られてると新酒ができたっていう意味だそうです。石川酒造さんですけれども、はい、館長の石川隆さん、あ、そうです、石川隆です。はい、石川さんにお話を伺わせていただきたいと思います。早速ですが、この建物がですね、すごく古い建物で、なんか歴史がありそうなんですけど、はい、いつ頃から始めなさったもんですか。まあ、始めたっていうか、建物そのものはもう約100年ぐらい経ってるんですけども、まあ、登録文化財に去年一昨年ですか、申請して、一応まあこの建物を含めて全部で十何箇所登録になりましたけどね。はい、酒屋さんをお始めになった、はい、始めたのはですね、どうですかね、天保元年ですから200年近く。あ、そうですか、はい、なんかお水が良くないと、まあ、鈴鹿山系の伏流水ですよね。そういうことですか。敷地の中に200メートルの井戸があって、そこからこう自噴してます。そうですか、やっぱりお水が命ですもんね。そうですね、まあ、どういうお酒を。あ、お酒ですか、はい。まあ、お酒は今おっしゃったような、まあ、鈴鹿山系の伏流水を使って、まあ、超軟水なんですよ。ですからお水そのものが非常に柔らかい優しいお水なんで、まあ、お酒もそれに伴って非常にこう飲みやすい爽やかな味わいになってますけどね。まあ、ここら辺で作りなさるっていうのはもう代々続いてみるわけですけども、はい、やっぱりご苦労なさったとかっていうことは何かありますか。まあ、それは毎年毎年お米のその性質が違うし、あと天候も当然違うんでしょうけど、まあ、それに伴ってまあ合わせた酒造りっていうんでしょうかね。その辺でまあ苦労はしますけどね、はい。一番社長さんがこの味にこだわって見えるところはどんなところですか。まあ、やっぱり飲みやすいっていうことでしょうね。でやっぱりお料理と一緒に召し上がっていただくんで、まあ、食中酒としてね、味わっていただくようなお酒を目指してますけどね。はい、いつ頃までが仕込みの季節。そうですね、大体終わるのはどうですか、3月の終わりから4月の初めにかけて一応終了ということになってますかね。じゃあ今からご自慢のお酒をいろいろ見せていただきながらお話を伺いたいと思いますが、はいはいはい、ご案内させていただきます。よろしくお願いいたします。はい、ここで約3キロぐらいかな、3000リッターぐらい。あ、そうですか。それが何本かあるってことすごいですね。あの辺が突き当たりのあの辺が7000リッターぐらいかな。あれは大きいですもんね。こっちのもっと後ろは40キロ、44万リッターぐらいですか、そっちが。あれでかいですか。この空気ですけど、はい、ここへお尋ねになったんですか、山口さん。そうです、山口誠さんがこちらへ来て除幕式の時に来ていただいて、それでこれ、まあ、その時に建ったんですけどね。
手を入れて稲を吹き上げるものに振るって書いてあります。手を入れたら水が勢いよく吹き出してたよというそういう歌なんです。でまあうちの井戸が自噴してますんでそれにちなんでここに立てましたけどね。